西沢道夫、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 1921年9月1日から1977年12月18日は、東京府江原郡大崎町、現、品川区出身の元プロ野球選手、当主、一塁手師コーチ、監督、解説者。現役時代は、中日ドラゴンズ及び、その前進球団を中心に活躍した。初代、 ミスタードラゴンズと呼ばれ、二代目、高木森道、三代目、辰波和義と共に、ファンから認知されている。また、文ちゃん、文ちゃんの愛称で親しまれた、プロ入り、投手時代を参照。12月、15歳で、名古屋軍の入団テストを受け投手として入団。テスト受験当時、品川区立、第二日屋高等小学校高等科2年。最終学歴は、 旧制小学校卒となっているが、プロに進んでから、旧制鹿児島総合中、日本大学に在籍した。年齢不足のため1年目となるは当初養成選手、練習生として過ごし、9月5日に公式戦初登板。満16歳と4日での公式戦出場は、現在も日本プロ野球史上最年少記録である。練習生として入団した当時、 小学生ながら高い身長であるのを見たコーチが、当時人気の巨漢大相撲力士ではが、学文次郎に当てはめ、大きいなぁ、まるで文ちゃんみたいだなと褒めたことによ、上気相性が定着した。また、日本プロ野球の正式登録選手として、初の、背番号例は、広島東洋カープ所属の長島清之であったが、西沢はその46年前に霊番号つけていた。 正式登録後は5番に変。戦前日本のリーグ戦では、珍しい、6尺、身長182センチの長身を生かした、速球投手として活躍。1939年に6勝を挙げると、翌1940年は20勝を挙げて、一躍主力投手になった。しかし以降は高騰するもなかなか勝ち星がつかず、二桁勝利は、同年だけであった。 1942年5月24日、対太陽戦、後楽園球場に先発。太陽の鉄腕、野口二郎と投げ合い、世界最長となる延長28回を311球で完投した。同年7月18日にはノーヒットノーランも達成する。1943年のシーズンを最後に王将。1946年に復音し、 当時の中部日本軍に復帰。しかし王将中に肩を痛めていたせいで満足な成績は残せず、復帰した際には、投手として活動できなかったため、ベンチを温めるようになっていた。さらに戦後新入団の杉浦清志が監督に就任して以降、チームは内紛続きで雰囲気が悪くなり、居づらくなっていた。そこに新球団ゴールドスターの監督を務めていた元同僚であり、 先輩の坪内同店から入団を誘われた。打者として再生させるという条件付きだったが、中日の嫌な雰囲気から逃れたかった西沢は、シーズン途中でゴールドスターに移籍し、一類種に転校。坪内の指導により、打者として再出発を図った。以来西沢は、坪内を父のようにしたい、に、中日が復帰を要請した際にも、 坪内さんも一員に得てくださいと懇願し、共に復帰を果たした。他者転康に3年を費やし、坪内と共に、中日に復帰した後は、スラッガーとして活躍。1949年に37本塁打を記録。翌は46本塁打を記録したが、日本プロ野球史上初の50本塁打を達成した、小竹ロビンスコズルマこと、51本に及ばず、 本類打王は取れなかった。また、同年シーズンは5本の満塁本類打を放ち、これは、現在も日本記録である。からは、打撃コーチ兼任。1952年は打率。353.98打点で、首位打者と打点王の2冠を獲得する。再び打撃コーチ兼任となったには、手法として、チーム初のセリーグ優勝と、日本一に貢献した。 監督を務めた、天地チ一が、球団の重役に栄転し、正捕手の野口明が、選手兼任監督に就任。野口新監督は西沢に、今年一塁一種として、新人選手を獲得したから、今年から外野を守ってもらいたいとコンバートを通告した。西沢は、打者転校以来主塾として一塁を守っており、新人獲得を理由とした転校は不本意で、 本来ならいがみ合いとなるところだったが、西沢は角付き合いを好まず、失踪により抵抗の意を示した。結局この行動が引退まで一類のポジションを守る決め手となった。助監督兼任。2、再び打撃コーチを兼任し、同年に現役引退。背番号15は永久欠番となったヘッドコーチ、監督として復帰後も使用。中日では、 ハットリツグヒロの10を含めて2つだけの結番は、両選手を辞めさせる時の妥協点という杉下茂の談話が、中日の球団誌に掲載されている。当主、打者として活躍したというだけでもケウナ選手、他には、同時期に、同チームで活躍した、ハットリツグヒロや、近鉄、巨人で、当主、打者として活躍した、関根純造などだが、その双方で、 レベルの高い活躍を見せた。後年の二刀流、大谷翔平のような投手、打者の同時進行というわけではないが、投手として20勝、1940年、打者として40本塁が、46本塁が、1950年の双方を記録したのは、日本プロ野球史上では西沢だけである。バットは、川上哲司も驚くほど極端に、 グリップの細いものを使っていた。そのため、長谷川良平のシュートには何本もバットを折られ、ある時長谷川に、これ以上シュートを投げないでほしい懇願したという。引退後は、TBS 解説者、タイを経て、フルス、中日で、ヘッドコーチ、監督、6月8日タイを務めた。在任中は、恩師の坪内を、ヘッドコーチに招聘し、から3年連続で2位となる。 いずれも優勝した巨人に3年連続10ゲーム最上は、差をつけられての2位であったが、当時固定できていなかった中俊しリードオフマンに抜擢し、2番に高木森道を固定。俊足高打の1.2番コンビを置いたことで、チームの得点力を大幅にアップさせたほか、小川健太郎を見い出した。も務める予定だったが、十二指腸潰瘍の悪化で休養するなど体を壊したことも、 キャンプイン直前に辞任。杉下茂が公認の監督に就任した。同年から TBS 解説者に復帰したが、2、脳出血で倒れる。車椅子生活を余儀なくされ、解説者生命も断たれた。2は、中日のリーグ優勝を病床で観戦、野球殿堂入り。同年には、不自由な体を押して、中日の浜松キャンプを訪問したが、12月18日に、 心不全のため救世。首位打者のタイトルを獲得した福留光介が西沢の持つ3割30本100打点100得点のシーズン記録にドラゴンズの選手として56年ぶりに到達し、また同年打点王、本塁打王の2冠に輝いたタイロンウッズが同じく西沢の135打点と46、本塁打の球団記録を144打点。 47本類打で、それぞれ更新した。福留は、前年にも、この記録に肉迫しており、2006年シーズン、中盤から、地元市などを通じて、両名とも、西沢の球団記録を更新する意欲を見せていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。